あ、いいですか、いいですか、はい。あ、こっち、こっち、はい、はい。あ、またこっちの列かよ、毎回毎回こっちに行かせやがって。あっちとこっちの審査基準は何なんだよ。いっつもいっつも3、4人に抜かれやがって、こっちに行かれるせいで。何が引っかかったのか教えてくれよ、今度からそれ持っておねえからよ。いっつもこっちじゃねえか、審査基準は何なんだよ。いや、やっと入園できたね。結構開園待ち並んだね。いや、一旦じゃあプレミアアクセス買っとく。一旦プレミアアクセス買っとこうか。ちょ、待ってね、待ってね。開演直後はいつも電波が悪いな。開演直後とショーパレード中、いつもここ電波が悪くなるんだよ。モバイルオーダーエントリー受付、さらにはスタンバイパスやら何やら何やら、あれやこれや全部アプリで操作させようとするくせに、いざとなったら電波が悪くてスマホがただのデジカメだよ。 OK、一旦ここから離れる。一旦ここから離れようか。オッケー。ドナルドー、ありがとう。ドナルド、今日さ、一人の写真撮らせてもらっていい？うん、一人の写真。いい？オッケー。はい、行くよー。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。ちょっと待ってね。あ、じゃあ、待ってね。キャラの後ろの背景にちょこっと入ろうとすんじゃねえよ。 D 音だったらキャラの後ろはちょっと開けるって暗黙のルールがあるだろうか。お前がちょっと入ってくるせいで全然引いても引いても背景と一緒に写真が撮れないんだよ。なんとなくお前も一眼持ってるんだったらわかるだろう。チョコはあそこで動くんじゃねえよ。こうだったらこれだ。あ、ごめんドナルド、じゃあちょっとアップの写真でもいい？ごめんね。はいはい、行くよ。はい、ポーズ。あ、もう充電やばいわ。いや、モバイルバッテリー持ってきてないんでね、借りようと思って。ちょっとさ、ちょっとバッテリー借りてもいい？ちょっとごめんね、ちょっと待ってて。うわ、ダメだわ。いや、もう 10% ぐらいしか充電できないやつしかない。パーク内のモバイルバッテリーは隠れミッキーよりも見つけるのが難しいな。いつもいつも満パンのやつが借りることができないじゃねえか。しかも夕方午後過ぎに限って。朝だけなんだよ 100% のバッテリーがあるのは。いいか、言っとくぞ、朝はモバイルバッテリーが必要ないんだ。そんで返す場所もないんだよ。こうなったらこうだ。ちょ、申し訳ないんだけどさ、今からエントランスの方借りに行ってもいい？待って、やば、姉貴また接触だわ。待って、いや、ちょっとこれ間に合わないんじゃない？だってもう1時間後にはもう姉貴の撮ってるから、それまでにも治ってくれたらいいんだけど。ちょっと待って、ちょっと X でさ、いや、今日もうすでに1回視聴入ってたら多分同じ理由で視聴入ってると思うから、戻り早いと思うんだよね。ちょっと待ってね、ちょっと X で見るわ。ね、いや、待って、今検索かけてんだけど、TDR Now のタグがいつからか様子おかしいな。ずっとあれで検索して今の状況を把握していたんだよ。 Now タグの便利さお前知らねえだろな。パレードの埋まり具合だったりだとか、在庫状況だったりとか、失調のがいつになったかとか、全部ナウタグで見ることができた昔が懐かしいな。いつ誰がナウタグを使いにくくしやがったんだ、クソ。こうなったらこうだ。もういいや、その時考えようか。一旦さ、カスバ行ってカレー食べる。お前カチューシャつけてるって自覚ねえのかよ。どうせ買う時には彼女に無理やり買わせられるみたいなムーブをしてたくせに、今となっては体と一体化してお前の頭がちょっといつもより高くなってること気づいてねえじゃないか。こうだったらこうだ。